丸み豪快高齢勢しました藤本匠騎士ですおめでとうございますありがとうございますいや最後は強かったですがまずは今日トップ半で百二十キロという万円重量でした、えー、この重さに対して藤本ジョッキー思うところはありましたでしょうかそうですねあとある程度荷物にはね耐えれるなと思ったんですがあと展開でねあんまり後手に回るとどうしても詰めて詰めていって障害引っ掛けちゃ嫌なんで、はい、まあ本当にみんなと 花を合わせていってうまく障害さえ越えて障害を降りて良、ね、いドンで負けるのはもうハンデの差で知らないんですけどね、はい、障害だけはなんとか越えたかったんで、うん、みんなと大体合わせていこうと思ってううままくいきましたけど、はいはい、もう予定通りのではももうううう中の運びという感じで,ねそうですねそハンデ背負ってる分ね、うん、やっぱり先にいってね先にかけて降りるのが一番競馬とはらしては楽なんですけどね、はい、ハンデ背負ってる分みんなと花づらを合わせてみんなより先にかけなくても越えていければ。 そこからよいどんで勝ち負けになるのかなと思ってたんで、まあ、本当に思うような展開になったんでよかったです、はいえー、障がいのかかりなどはいかがでしたでししたょうかいやもう本当い,いつも通りで、はい、若干はやっぱり720キロっていう分ちょっとためきかしてかけたんですけどね、はい、うまく上がってくれたんで、はいはいえー、北勝ディープと並んで2障害を食らってしばらくは競り合いでしたけども。この 下った段階ではどうですか勝利というのはいやもう本当にね能力的にそんなに変わらない馬なんでね、はい、あとはもう我慢比べかなと思ってたんでまさにその我慢比べに勝ったというようなレースでしたでしょうかそうですねもう本当に馬も健康ですしね今日もね本当に目方あ結構長距離したんですけどね20キロぐらい増えてて、はい、あもうかなり馬はいいなと自分でも確信持ってたんでもう,<ー>、はい、もう自分の馬が一番強いと思って乗ろうと思ってるんではい。良かったです、はい えー、まずは四歳重症ロードの一冠目を取りましたけれども、えー、当然二つ目三つ目期待かかると思いますがどうでしょうか。そうですよねやっぱりこれだけのハンデでね、うん、勝つということはなおさらね期待されるのでねまあ本当に旧車サイドとねあのうまく密に連携しながらね、はい、次の重症を目指して頑張っていきたいと思います。はい。えー、また藤本匠磨氏も通算四戦勝が、えー、近いところまで迫っていますけれどもいやまだ近くないですけどいいいいはい。 そうですか。えー、では最後に番円ファンに向けてメッセージお願いいたします。そうですね。もうようやくね、あ,のー、あったかくなってきたのでね、ナイターも見やすくなるので、ぜひ生にの競馬をね見にファンの皆さん、応援よろしくお願いします。藤本匠騎士でした。ありがとうございました。以上をもちまして第11回白林賞の表彰式を行い終わります。関係者の皆様、本日は誠におめでとうございました。